家族の中で癌にかかった場合、その人に力になる方法は次の通りです。エマパシーと理解最も重要なのは、癌患者の感情と困難を理解し共感することです。エマパシーは、他人が経験する感情、恐怖、不安、怒りなどの感情を共感する美徳です。癌患者の場合、彼らは不安、恐怖、怒り、悲しみなどの激しい感情を経験することができます。このような感情は、癌の診断、治療、生存率などに関して非常に複雑で心理的な負担を与えます。医療専門家やケアプロバイダーとして、癌患者とその家族にエマパシーを表現し提供することは非常に重要です。その理由は次の通りです。情報提供とコミュニケーションエマパシーを使用すると、患者は医療情報をより簡単に受け入れ、医師や看護師とより効果的にコミュニケーションできます。心理的支援エマパシーは、患者が不安、恐怖、落ち込んだような感情を共有するための安全なスペースを提供します。これは精神的な負担を減らし、心理的な安定感を高めることができます。質の高いケアエマパシーは、ケア提供者が患者の実質的なニーズと感情的なニーズをよりよく理解し、対応するのを助けます。がん患者とその家族にエマパシーを表現し、提供すると、彼らはより肯定的な経験をする可能性が高くなります。これは医療と看護を通して重要な役割を果たします。医師及び医療スタッフとの協力がん患者の医師と医療スタッフと密接に協力して、治療方法、予後及び症状管理の理解を高め、患者のニーズを満たすのに役立ちます。コミュニケーションとコミュニケーション家族の世話をする人は、がん患者の主治医と着実なコミュニケーションを維持する必要があります。診断、治療計画、及び進行状況に関する情報を送受信し、患者の状態の更新を提供します。医療記録と文書開始と協議して医療記録を更新し、重要な情報を文書化します。これにより、すべての関連医療スタッフが必要な情報を共有して協力することができます。治療チームとの協力患者の治療チーム、例えば医師、看護師、栄養士、精神衛生専門家などと協力します。これらはそれぞれ独自の専門分野で重要な役割を果たします。ケアと症状の報告家族の世話をする人は、患者の症状、副作用、及び特別な要件を慎重に観察し、医療スタッフに報告します。これによりタイムリーに対応できます。質問と疑問の解決家族の世話をする人は、医師と医師に質問し、疑問を解決することを躊躇しないでください。患者と家族が治療のプロセスを理解し管理するのに役立ちます。エネルギーと体の状態を維持する家族の世話をする人は自分の健康を維持することが重要です。疲労やストレスを管理し、十分な車椅子と栄養を維持し、適切な休息をとってください。医師と医療スタッフとの協力は、患者の治療と回復を支援する上で重要な役割を果たします。家族の世話をする人は、患者と医師、医療スタッフとのつながりとして、患者の医療スタッフと協力して最善の治療を受けるのに役立ちます。情報提供癌に関する信頼できる情報を見つけて患者と家族に提供することが重要です。これにより、不要な不安を軽減し、現実的な期待を設定できます。信頼できる情報源、信頼できる医療ウェブサイト、書籍、医師、または医療専門家から情報を入手してください。家族や患者は、虚偽の情報や誘惑に陥らないように注意する必要があります。質問する医師や医療スタッフに質問をして、疑問を解決するように依頼してください。情報の理解度を高め、不安を減らすことができます。予想と現実的な期待、家族と患者の両方に治療と回復の現実的な期待を設定し、予想と現実を区別します。情報共有、患者と家族は情報を共有し、一緒に理解しようとする必要があります。そうすることで、相互支持と利害関係を向上させることができます。日常的な支援、がん患者が生活の基本的な仕事を扱うのが難しい場合、家族は日常的な支援を提供できます。食事の準備、クリーニング、薬の服用、病院への訪問を手伝ってください。
食事の準備患者が食べ物を調理したり食事を準備するのが難しい場合、家族は栄養価の高い食事を提供することができます。食事を多様にして患者の味に合わせて調節してくれることも重要です。清掃と整理家の清掃と整理が必要な時に助けて、家を清潔で快適な環境に持ちます。清潔な環境は、患者の快適さと身体的快適性を高めることができます。薬の服用管理患者が服用する必要がある薬が多い場合は、正確な時間に薬を服用するのに役立ちます。薬の種類と服用スケジュールを習得し、必要なら薬箱やアラームを活用して管理します。病院への訪問病院への訪問が必要な場合、家族は患者を医師の診察や検査に同行し、診断と治療に関する情報を記録するのに役立ちます。また、病院までの移動を支援してくれます。感情的支援、身体的支援だけでなく、感情的支援も重要です。がん患者はしばしば感情的に困難に感じることができるので、家族は彼らの話を聞き、感情的な支援を提供することが重要です。がん患者の日常を支えることは、彼らの身体的、精神的快適さを促進し、治療過程をより効果的に進めるのを助ける重要な役割を果たします。肯定的な雰囲気を維持する肯定的で希望のある雰囲気は、がん患者の心身状態に肯定的な影響を与える可能性があります。希望と笑いを忘れずに、自分と患者の両方に肯定的なエネルギーを与えてください。希望と支持の表現、患者と家族の両方に希望と支持を表現します。苦労しながらも希望のメッセージと励ましを提供します。ユーモアと笑い、笑いは心理的な健康に役立ちます。家族と患者の両方が一緒にユーモアと笑いを共有すると、肯定的な雰囲気を作り出すことができます。すべてを受け入れる患者と家族は両方の感情と視点を尊重し受け入れることが重要です。どんな感情でも表現し理解しようとします。活動と一緒に時間を過ごす、家族と患者は一緒に時間を過ごし、活動を楽しむことが肯定的な雰囲気を作り出すのに役立ちます。日常生活の維持、家族と患者の両方が日常生活を一定に保つよう努めます。例えば、家族や友人との集まり、趣味活動、出かけて楽しい時間を過ごすなどの活動を維持します。肯定的な考え、肯定的な考えと自己会話を維持することが重要です。否定的な考えを肯定的なものに変える練習をします。家族の世話人と患者の両方が肯定的な雰囲気を維持すると、がんの診断と治療の過程でより大きな勇気と力を得ることができます。励ましと支持は重要な役割を果たし、家族全員が一緒にこの困難な時間を過ごすことができます。定期的な休息とサポート、がん患者の世話は大変で強力な作業かもしれません。家族の世話をする人たちも、定期的に休憩をとって世話をする方法を見つけなければなりません。これにより、より長い期間にわたって世話をすることができます。家族や友人のサポート、家族や友人に世話をする人に休憩を与える方法を見つけてください。他の家族が世話をすることができれば、世話をする機会を得ることができます。プロフェッショナルヘルプケアがリラックスした時にプロフェッショナルな助けを受ける方法を見つけてください。これにより、介護者自身の健康をケアし、リラックスすることができます。定期的な休暇、世話をする人に定期的な休暇を提供することが重要です。家族やプロの世話をする人がその役割を一時的に置き換えることができるように計画を立ててください。世話人グループ、世話人グループに参加して、他の世話人との相互支援を受けることができます。これらのグループは、経験の共有とサポートを提供する場所です。厳しい感情を扱う世話をする人はしばしばストレスと感情的な負担を受けます。専門のカウンセラーやメンタルヘルスの専門家の助けを借りて助けることができます。休憩を取る方法を探す、あなたの世話をするために休憩を取る方法を見つけましょう。趣味、瞑想、運動などを通じてストレスを解消し、エネルギーを回復することができます。
がん患者の世話人の役割は難しく複雑になる可能性があり、自分の健康とストレス管理が重要です。思いやりの役割を果たしながら、自分を怠らずに世話をすることが非常に重要です。自分の感情を管理する家族の世話をする人もストレスや感情を経験するので、自分の感情を管理し、必要に応じて支援を受けるようにしてください。感情認識、自分の感情を認識して許可します。悲しみ、不安、怒りなどすべての感情は正常であり、それを受け入れることが重要です。表現感情を表現し会話することは、ストレスを解消するのに役立ちます。家族や友人と率直に話し、何が好きなのか分かち合いましょう。休息と自己管理、家族の世話をする人は、休息と自己管理を怠るべきではありません。十分な車椅子と栄養、十分な睡眠を維持し、ストレスを管理する方法を見つけてください。助けを求めて受け取る、世話をする人も助けを求めて受け取る権利があります。他の家族やプロの世話人に世話をする方法を見つけてください。定期的な休暇、定期的な休暇や休憩期間を設け、日常生活から離れてリラックスしてください。余暇活動や興味に時間を費やすこともお勧めします。専門的な支援、必要に応じて専門的な支援を受けることが重要です。心理カウンセラーやメンタルヘルスの専門家と相談することで、ストレス管理と感情のコントロールを助けることができます。家族の世話者も自分の感情を管理し、必要な支援を受け、自分と患者の両方を世話する役割を果たします。あなたの健康をケアしながら、患者により良いケアを提供することができます。がん患者の世話は困難で感情的に難しいかもしれませんが、家族の支持と愛は非常に重要です。一緒に協力してお互いに力になってくれながら、この困難な時期を乗り越えることができるでしょう。必要に応じて、専門家の助けと支援を見つけることも検討する必要があります。